皆さんこんばんは、りょんくんチャンネルへようこそ。りょんくんでございます。突然ですけれどもお知らせがございます。りょんくんチャンネル、ついに登録者数2000人突破でございます。ありがとうございます。これもひとえにいつもご覧になってくださっている皆様のおかげでございます。今後とも頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます。はい、今日はですね、まあタイトルの通りなんですけれども、フリーテルさんの侍極み予約しました。はい、ということで、今私が使っているファーウェイのアセンドメイト7と、お別れすることに、まあお別れするというか、まあ売っ払ったりはしないんですけれども、はい、まあ乗り換えるということで、これまで使ってきたアセンドメイト7の、アセンドメイト7ってどうだったんですかっていうのをお話ししたいと思います。それではアセンドメイト7さん、どうぞ。こちらスネーク、違うかりょうくんチャンネル始まります。はい、こちらがね、今まで私がほぼ半年以上使ってきたこのアセンドメイト7についてどうだったのっていうのをお話ししたいと思います。はい、アセンドメイト7なんですけれども、一言で言ってしまうと非常に満足でした。うん、大きな不満はなく使ってきましたね。はい、まあ特筆するいいところはどこかっていうと、一番使っていていいなと思っていたのはバッテリーの持ちでございます。うん、バッテリーの持ちと、やっぱり画面は大きいのは私には合ってるなと思って、使ってきました。はい、まあ画面が大きいんですけど、まあ、こうやってバンカーリングなんかで補ってあげれば、全然問題なく片手持ちもできますから、うん、非常に日々の通勤とかでも、電車でつり革に捕まりながら使用することも全然問題なく行ってきました。結構アセンドメイト7使われている方多いと思うんで、いい気持ちにはならないと思うんですけれども、アセンドメイト7のちょっと弱点をね、これから上げていきたいと思います。はい、弱点一つ目なんですけど、たまにバグるんですよ。たまにバグるっていうのがあります。あの最近あるアップデートからは出なくなったんですけど、買って数ヶ月ほどはしょっちゅう出てたんですけど、システムサービスが、異常終了しましたみたいなポップアップが出たと思ったら、それをね、まあ、消すじゃないですか。それをポチって消すんですけど、それが無限に出てくるんですよ。で、無限に出てきて何も操作ができないっていう状況に陥ります。で、そうするともう電源を再起動したり電源を切ったりそれしかなくなってしまって、運がいいと、まあ、電源オンオフもしくは再起動で復帰するんですけど、運が悪いとね、電源オンオフしてもね、ずっと出続けるっていうのがあったんです。買った当初はそれで、初期化を何回か頑張ってやって復帰してたんですけど、ある操作をすると、まあ、それが 100% 解消できることが分かったんですけど、そうやって出てこられるたびに機内モードにして電源をオフにして、で機内モードのまま電源立ち上がるんですよね。でシステムサービスが終了しましたっていうのが出る前に、機内モードを解除するんですけど、もうそのタイミングとかもね、結構シビアで、後半は分かってきたんでなんとか解除できてたんですけど、それでね、ちょっとあれ、この機種に変えたの失敗だったかなっていうことをね、割と買った当初は思ってました。次なんですけど、やはりラムが 2GB では厳しいということですね。買った当初は特にメモリーのね、減りも気にせず使えてたんですけど、でも最近はアプリケーションをね、閉じても、残りのラム、空いてるラムが 1GB を超えることがなくなりましたね。せいぜい 700MB ちょっとしかラムが開けられない状況でございます。で、いっぱい立ち上げるとやっぱりカクついてくるわけですよ。だからやっぱり 3GB がいいのかなと。まあ、次買う極みは 3GB なんで、その辺心配してないんですけど、
であとはカメラ性能ですね。あの1300万画素を歌っているアウトカメラなんですけど、これをね前あの GH3 とこのアセンドメイト7で動画性能を比較した動画を作ったことがあったんですけど、その時ね、うん、あのインカメラの方が綺麗にこっちあの撮れてたんですよね。アセンドメイト7こういう室内とかだと、まあ、外だとそうですね、こういう室内よりかは綺麗に撮れるかと思うんですけど、こっちが GH3 です。次買う極み E がね、あのソニー製の2100万画素のアウトカメラを搭載しているので、ね、その辺がどうなのかなっていうのを、解像感の、ね、違いぜひ、ね、検証したいと思います。比べてみたいと思います、はい、であとはそうですね、あのつい最近になって思ったんですよね、ハイレゾの環境を整えた時に思ったんですけど、アセンドメイト7ハイレゾ対応してんのかなって思ってちょっと調べたら全然対応してなかったんですよ。でやっぱりそのちょっと調べると最近になってハイレゾ対応のスマートフォンが出てきているようで、まあ、そういう選択肢もありなんだなっていうのをね、あの最近気づかされたんですけど、極みはどうなんでしょうね。多分対応してないかなとは思いますけれども、最悪本当にスマートフォンでハイレゾを聞きたいんだったら外付けのね、本当にポータブルアンプ、ダック内蔵のポータブルアンプなんかを買わないとダメなのかなというふうに思ってますんで、まあ、あんまり気にしてはないんですけど、はい、あとは本当に特にこの子には不満なく使ってきました、はい、本当にあのフリーテルさんの侍極みが登場しなければですね、多分あと1年以上はこのアセンドメイト7を使っていたのかなと思ってます、はい、アセンドメイト7の、使用感どうだったのっていうのは以上、まあ、内容薄くて申し訳ないんですけど以上なんですけれども、11月の20日に発売になる侍極みですね、できれば11月20日に、開封レビューの方を上げたいなと思っております。ただヨドバシカメラさんであの注文してるんですけど、ヨドバシカメラさんの発送が、ね、11月20日に届くように発送してくれるかどうかちょっと今わからない状況なので定かではないということをねご了承いただきたいと思います。ということで本日は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。